尾身会長がオリンピック、オリパラについて発言をされたら、田村大臣は自主的な研究だと言った。失礼にも程がありますよ。これまで政権は、総理は記者会見までご一緒してずっと発表されてたんじゃないですか。その専門家の意見を聞いて総理は言い続けて、それに沿って国民は時短に協力をしたり、そのおかげで商売になりたくなったり、格差が広がったり、厳しい生活してる国民いっぱいいるんですよ。その専門家の意見を今度は自主的な研究といい、オリンピックの可否についての基準を作ってもらったらどうだと言ったら明言せず、そして6月の20日解除されるおつもりかと言ったら専門家の意見だと。こんなご都合主義ないでしょ、総理。田村厚生労働大臣。私の発言でございましたので申し上げなきゃなりません。私も自ら戒めなきゃいけないなと思ったら、全く私が言っていることと真逆の報道になっているということでございまして、ここにその日の、記者会見あります。これフジテレビの記者さんで、フジテレビは今言われたような報道されてません。私知る限りですけども、こういうことなんです。尾身会長は東京オリンピックの開催にあたり、感染リスクや対策のあり方を示すと言っています。分科会とは別のところで表明されるようなお考えも示していますが、そのような形での意見も取り入れるお考えはあるのでしょう。こういう質問なんです。つまり尾身先生が普段から有志等々でというようなことをおっしゃられているという、これ報道ありましたよね。でそういうようなこともあるけども、それでも取り入れるのかと、これに対して私は一般論として申し上げています。専門家の方々はいろいろな方々がいろいろの分野におられるわけでありますので、自主的にいろいろなことをおっしゃられるということはあると思います。そういう中において、政府で参考にさせていただくものがあれば、それは政府の中でも取り入れさせていただくということは当然ありと思いますけども、いずれにいたしましても自主的なご研究の成果の発表ということだと思いますので、そのような形で受け止めさせていただくことになると思います。これはまさにですね、そういうような研究だからと。で、私は尾身先生は仮定の話ですから出されているわけじゃありません。だから私は一般論として申し上げられたのをあのような報道になっていますので、私の不徳のいたすところだなというふうに自らを呼び始めて、しっかりとまた記者会見で真意を説明していくように思っております。福山哲郎君。だから分科会に諮問されたらどうですかと私は言ったんですよ。別のところの自主的なところで尾身先生が言われるよりかは、だからちゃんと分科会は経済のマネジメント、経済のこと考える人も入れてるわけでしょ、わざわざ。